ビジネス書を読んだのだけど、今の世は多様な視点を持つことが大事だと書かれていたわ。昔からそうだが、最近の変化が激しい世ではさらに重要性が高まっているだろうな。ある会社では多眼的認知と言っているようだぞ。多眼的？多くの目を持つことだというわけね。一つの事象でも見方を変えれば別の姿が見えるだろ？それがわからないと、一方的な解決手段を考えるだけで実際の解決には至らないこともある。自分の視点で見ているものだけが全てではないということね。その見方を身につければ、他人よりも高い能力を身につけられそうね。だから、伝説だけでなく小説や漫画などでは、見つめとか多眼のキャラが出ると、大抵は強力なキャラだ。人はそうした能力に昔から憧れを抱いていたのかもしれないな。歴史上の人物でそうした視点を持っていた人っているのかな？そうだな。一例で言えば、徳川家康の筆頭家老、酒井忠次なんかはそうかもしれん。異名では背中に目を持つ男だと言われていたんだ。何それ？油断なさそうな人物ね。そうかもしれんな。ただ、一方で人よりも一歩先を見ることができる才能が悲劇も生んでいるんだ。酒井忠次、興味が湧く人物ね。では、今回は酒井忠次に関しての話をしていこうか。ゆっくりしていってね。大河ドラマどうする家康では、大森南朋さんが演じているな。時に恵比寿食いの宴会芸で場を盛り上げるお茶目なおじさんよね。そうなんだが、個性派集団の三河家臣団をまとめる実力者でもあるんだ。家康の叔父と紹介されているが、堺氏は松平氏と先祖を同じくする一門と言える家柄なんだ。だから、忠次は一門衆の有力者という側面も持っている。そして、家康よりもだいぶ年上よね。そうだ。24歳年上だったようだ。忠次は家康が生まれた頃に元服し、家康の父松平広忠に仕えたんだ。そして、家康が駿府に人質に送られる際に家康につけられたんだ。家康付きの家臣の最年長ね。忠次は幼い家康に代わって、徳川家臣団を率いて、今川方としてたびたび、織田信長の父、信秀と戦っているんだ。徳川実記などによれば、織田方の猛将、柴田勝家を戦って撃退したこともあるんだ。あの柴田を？忠次って名将なのね。ああ、織田方にも三河衆の酒井忠次の名は広まっただろう。それが、後年、織田との共闘に生きることになる。じゃ、忠次は桶狭間の戦いにも参加していたのよね？当然参加していた。ただ、家康軍なので先鋒隊の将として大高城にいたんだ。そこで、桶狭間で今川義元討ち死にの知らせが届く。家康はこの機を生かして岡崎城に入城したのは知っているだろう。どさくさまぎれだったわね。そうとも言えないぞ。混乱期に領国を固めるのは当然のことだ。三河は今川家の城代がいるとはいえ、松平家の領土だった。家康らが三河を固めるのは当然の行動だったと言える。そうなのね。てっきり姑息な手だと思っていたわ。岡崎城代も別に自分の領土があるわけだしな。帰りたかったのは本音だろう。ともかく帰国を果たした家康に、忠次は織田につくように進言するんだ。忠次は織田の戦力を買っていたのね。それ以上に、尾張の経済力を買っていたんだと思うぞ。熱田の港は国内有数の商業地で、熱田神宮は信仰のために多くの人が訪れる。経済を考えれば織田についた方が格段にいい。信長と同盟すれば、その熱田の港を利用できるわけだしな。正しく多眼的戦略よね。一方で、忠次は家康の家族に危険が及ぶことも理解していたはずだ。だが、三河衆のことを考えると今後だとの戦いで消耗させられるよりいいと判断したんだろう。家のために殿の家族は犠牲になるということを家康に覚悟させた人物だとも言える。結構非常ね。それが家康よりも先に戦国に身を投じた年長者の視点なんだろうな。無論、忠次も一族を犠牲にして家康を支えるんだ。三河一向一揆では一族の多くが一揆側につく中で、忠次は家康について同族と戦っているしな。自分も覚悟を決めていたのね。さらに、三河吉田城攻めで城を無血開城させた功績で、忠次は東三河州筆頭に取り立てられるんだ。軍功もなかなかのものね。その軍功の中で最も大きいものは、長篠の戦いだな。これが忠次に異名がついた戦だった。信長に検索したと言われね。そうだ。信長が長篠に着いた際に、忠次は大軍到着で注目が集まっているうちに本陣から敵の目を盗んで別動隊を出動させ、志野城救援のために飛びガス砦の夜襲を進言したが、信長に叱責された。
その後に、こっそり信長に呼ばれるのよね。そうだ。環境対策で退けたのだが、いい策だからやれというものだった。そして、忠次は3000の兵を率いて、武田軍の長篠城包囲隊を退けるんだな。これで、長篠城を救援したのよね。実はそれだけじゃない。長篠の戦いで勝頼が敗れた際に、忠次は敗走する武田軍の大老達役割も担っていた。武田の将の多くは、戦場ではなく撤退時に討ち取られているんだ。長篠での武田軍の大敗を陰で演出したのは忠次だと言っていいんだぞ。忠次、すごいじゃないの。この戦いで信長から背中に目を持つ男と称されるんだ。並み居る諸将の中で、有能な武将だと称賛されたわけだ。最高の名誉だろうな。他に逸話はないの？この功績もあるし、織田家との外交のパイプは忠次が担うことになるんだ。それが、信康事件の悲劇を生んでいくんだ。信康と瀬名が武田に通じていたことで家康が2人を殺害した事件ね。この時、信長は忠次を呼んで糾問しているんだ。忠次は弁明せずに、その内容を認めたんだ。この件が、家康と忠次の間にしこりになって残ってしまうんだな。忠次は否定をしなかったのね。なぜだろう。推測だが、この時、徳川家は家中を2つに分けて、織田、武田、どちらが勝っても徳川家は存続するように動いていたと思っているんだ。信康は武田派の頭だったはずだ。そして、発覚した際には他方が犠牲になってしまうことも覚悟の上だったと思う。そして、その暗躍が発覚したわけだ。信長の性格も知っている忠次からすれば、引き延ばしは得策ではないと理解していただろう。武田派の粛清やむなし、という判断が瞬時に働いたのではないかな。信康、かわいそうね。まだ強くなかった徳川家の悲劇だったと言える事件だな。でも、忠次は石川一正尻尾にを、徳川家の筆頭家老になっているわね。家康とのしこりがあるのに出世したのね。家康は個人的な感情と能力を別個に考える人だったようだ。そこで、後年忠次がこの家継ぐの家像を家康に願い出ると、お前も子が可愛いのかと言ったという逸話があるんだ。家康の闇を感じる話題ね。そうした件もあるのかもしれないが、忠次は1588年天正16年に家督を家継ぐに譲って隠居しているんだ。そして、1596年慶長元年に忠次は亡くなっている。家康四天王の中で唯一、家康の天下人の姿を見ることなく亡くなったのね。いろいろ先を見通す力や複合的な視点を持つ忠次の存在は、若き武将が多かった家康家臣団になくてはならない存在だった。忠次なくして徳川家はなかったと言える。やはり、後進第一党だったと言える存在だろうな。私も多眼的に考えられる人になりたいわ。そうか、では時事問題を考えるといい訓練になるぞ。例えば、パレスチナ問題についてだ。イスラエル側とパレスチナ側との視点で考えていくとどうなる？パレスチナ？多眼的な考えの前に、一般的な知識を頭に入れていこうな。動画が面白かったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。